特殊プロダクションカー。特殊プロダクションカーはかつてモータースポーツ用に規定されていた競技自動車の一類型である。量産乗用車の基本設計をもとに競技専用に特別製造されていた。量産車の基本輪郭のみのコスモ同然の規定であることからシルエットフォーミュラの異名を持つ。日本国内ではスーパーシルエットと呼ばれたこともある。 国際自動車連盟の国際モータースポーツ競技規則不足税項に1976年から1981年まで規定されていた公認生産者のカテゴリー A にグループ5として属しているがカテゴリー A の公認車両である量産ツーリングカーからグランドツーリングカーを元にしていれば生産台数の要件はない市販乗用車の車体をベースとしているが 大幅な改造の上に、エンジン等は、レース専用に設計、製作されたものを使用し、あたかも、市販乗用車のシルエットだけ残す規定ということから、シルエットフォーミュラと呼ばれるようになった。1976年国際自動車連盟は、それまで、スポーツカーで競われていた、メイクス世界選手権を、特殊、プロダクションカーで競うことに変更した。 連続24月間内に400台の製造を最低要件とされた市販車のイメージを残すシルエットフォーミュラでより多くのメーカーの参加をもくろんだ FIA だったが意に反しポルシェのワンサイドゲームとなり決して成功したカテゴリーとはならなかった。メイクス世界選手権は1981年から世界耐久選手権となり対象車両も かつてのスポーツカーの後継類型といえるに座席レーシングカーに変更され、翌1982年には競技車両規定が全面改変され、それと同時にシルエットフォーミュラは廃止された。2015年現在のツーリングカーレースの車両を外観すると一般車をベースとして大幅な改造は制限されるか、主として安全性などを目的として、 レーシングカー的な車体の外観を市販車をしたものにしているナスカーのストックカーや DTM 及びスーパー GT の GT500 のクラス1規定といったものが多くシルエットフォーミュラ的なものはあまり見られなくなっている。ただしクラス1車両は空力運動性能が極めてツーリングカー離れしたものになっているためこれらを俗にシルエットフォーミュラと呼ぶこともある。 日本では1970年代後半から1980年代前半にかけて当時のスーパーカーブームに乗る形でタミヤ模型、現タミヤから多数のシルエットフォーミュラがモデライズされたこともあり当時の燃焼ファンを中心に人気があったタミヤ模型からはポルシェ935のほか、BMW320i ターボランチアストラトスターボフォードカプリそして 西ドイツのトヨタディーラーが、シュニッツァーモータースポーツに、エンジンの製作とチューンを依頼し、ドイツレーシングカー選手権を戦っていた、RA20K トヨタセリカエルビータボが、モデル化された。変わったものでは、ランボルギーニカウンタック、トヨタ 2000GT をそれぞれシルエット法ーム裏化した、車両が製品化、前車は、不死身模型、後車は、 ン太を文化教材者されており、両者とも漫画、サーキットの狼に登場している。1979年、昭和54年から、富士グランチャンピオンレース、富士 GC のサポートレースとして、富士スーパーシルエットシリーズ、富士 SS が開始される。当初は TS 特殊ツーリングカークラスの松田サバンナ RX-3、GT クラスの日産。 フェアレディ Z がそのまま参加したが、その後日産からは710型や PA10 型のバイオレットターボが参し、トヨタはトムスがシュニッツアーチューンの RA20 系セリーカ LB ターボを逆輸入して参戦した。その後日産は S110 型シルビアがゼルターボを、トヨタはドーム製作の RA40 系セリーカターボを投入する。1982年、昭和57年には、 日産は R30 型スカイライン、S110 型シルビア、910型ブルーバードを投入。これら日産ターボ軍団と BMWM1 の激突で、富士や筑波サーキットで開催されたスーパーシルエットレースは大いに人気を博した。これがきっかけとなり、この後日産は1984年、昭和59年にニスモを設立するなど、 本格的なワークス活動を再開することになる。国際的には1982年、昭和57年いっぱいでカテゴリが消滅したため、日本におけるシルエットフォーミュラ、スーパーシルエットレースも段階的に縮小し、シリーズ戦は1983年、昭和58年限りで終了。WEC ジャパンには特任で GT ジャパンクラスが設けられた。 1984年、昭和59年には2戦だけが開催され、ここで完全に終焉となった。1999年、平成11年に全日本ツーリングカー選手権の後継レースとして SSCC、スーパーシルエットカーチャンピオンシップなるレースが企画されたことがあったが、実際にはレースはやれず、このレースで使われる予定だった。スーパーシルエットは、 市販車とは別のパイプフレーム車種を持つなど、むしろ、ストックカーに近く、1980年代のスーパーシルエット、シルエットフォーミュラとは全く異なっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。